元気。久しぶり。引きこもり生活3週目 ?4 週目あ、こっちはもう1ヶ月半だね。あ、そっか。うん。アメリカは外出の規制っていうか、なんか買い物には行ける程度って感じ？公園とか人いる？あ、公園も行っていいんだけど、でも、うん、まあなんか2メートル、うんうんうん、あの幅を取らなきゃいけないんだけど、うん、そうね、なんか慣れちゃったんだ逆にこの生活に、ニューノームにニューノームに慣れて、もうピノの散歩も行っていいからさ、散歩になんかお昼ご飯食べて、うん、ピノの散歩行ってみたいな、そのすごいルーチンがさ、うん、なんか他に予定が全くないから逆に、うん、なんか毎日同じスケジュールで動いていくみたいなでもいいね、ちゃんとルーティンがね、犬ピノのおかげで朝も早起きになるし ね、 なんか結構一人暮らしの人とか大変そうだよね、ね、一、うん、人だったら寂しいよね、寂しいし、なんか 朝夜逆転しちゃってる人とか結構知り合いでも多いし、うんうんうん、うちも犬ではないが子供がいるおかげでちょっと、うんうんうん、規則正しく過ごしてるけど、もうちょっと、あ、そうなんだ、限界になってきた大変だよねお子さんがいる全然仕事ができないですね、うんうんうん、あと学校がもう休みだから、もうなんかオンラインのなんか授業の、まあ、うちは公立の学校なんでオンライン授業はまだやってないんですけど、うん、そのなんかいろんなとこが出してる、ベネッセとかが出してる動画を見ながら、はいはい、うん、なんとなく朝の会とか見たりしてるんだけど、もう最初は珍しく楽しくやってたけど、もう映像だからこれ飛ばしていいんでしょとかいう感じになっちゃってあ、うん、で学校の宿題をずっとやってて、それを教えてるって感じ。あ、学校から宿題は出てるんだ。そう、なんかあのポストインされてきて、でそのわらばんしの宿題ずっとやってて、お、漢字の書き取りとかもすっごい退屈しちゃって、なんか代わりになんかアプリのなんかリスっていうアプリがあるんだけど、うんうん、それで算数やってたら、なんかそっちの方はなんかもう楽しくなって、うんうんうん、なんかそういう学校の教材よりもなんか外の教材の方がどんどん進んでって、今小学校3年生の図形まで終わってた、今2年生、でも逆になんか、うん、あれだよね、学校だと飛び級できないから、うん、得意なところを伸ばすっていうのはね、うん、なんかいい機会かもしれないけど、そうだね、オンラインでやっていくとかなりお家の環境によって差がつくだろうなって思う、ね、それはそうだよね、うん、なんか一斉にオンライン授業をしようって言っても Wi-Fi がない家庭もいるからさ、うんうん、iPad なんてまた、ね、一段階上のあれだよね、そう機材的にはね、熊本とかは震災があったからもうすごい IT 化が進んでて、熊本、うん、日本だと熊本が一番オンライン授業もう一斉開始してたって聞いて、あ、そうなんだ、効率でもってこと、うん、整ってて、そう、まあ、アメリカはね結構そういうのは進んでるよねきっとね、うん、でもアメリカも全国的にはそうでもないよね、うん、きっとなんかサンフランシスコとかベイエリアはなんか、うん、先生側も結構多分リテラシー高い人多いかもしれないけど、そうだよね、うん、サンフランシスコはもう別の国っていうか、ね、なんかレストランとかもさ、まあ、このコロナのいろいろがある前から結構、うんうん、まあ、デリバリー対応したり、なんかアップルペイ対応したり、うん、なんかそのアプリとかの取り組みが結構普通にやってたから、うん、まあ、できないお店も多分いっぱいあるだろうけど、なんか慣れてるところも多分いっぱいあったから、うん、なんかすぐにデリバリーオンリーに切り替えられるっていうのはあったと思うけど、そうだよね、Uber Eats とかがもうすぐ登録したらみんなデリバリーできるからいいよね、そうそうそう、なんか Uber Eats みたいなサービスが4社ぐらい あって、うん、なんかそれが、まあ、どこかにみんな登録してるみたいな
そうなんだ。感じだから。なんか結構アメリカお持ち帰りできるもんね。うんうんうん。日本は多分なんか衛生上なんか持ち帰りするのになんか規制があるみたいなことを聞いた。へえ、うん。でもなんか結構小さいところあのお持ち帰り始めましたっていうことを言ってたけど、うんうん、いろいろ変わってくよね。ね。なんかアフリとかラーメン屋さんは、うん、なんかアルコール消毒液を配るみたいなことをやったりとか、なんか小さい中華料理屋さんが結構マスク転売してたりとか、なんかみんな違うビジネス始める。マスク転売はちょっとよろしくないと思うんだけど、うんうんうん、なんか確かになんかサンフランシスコにもなんかすごいおしゃれなパン屋さんがあって、うん、めっちゃなんか有名で結構高いのね、うん、なんかすごい高級パン屋みたいな感じなんだけど、悲しいな、そこでもなんか業務用のなんか消毒液みたいなの売ってて、うんうん、でしかもそれをなんかデリバリーサービスでパンと一緒に頼めるみたいな感じでやってた。そうだよね、不思議だよね。2月とかそのまだコロナが来る前のなんかことが本当に昔のことのように思うわ。ね。いろんなことがこうオンラインになってく、何がオンラインで結構難しい、オンラインでのなんか課題みたいなのが見えてくるよね。なんか VR とか、うん、AR っていうものはもうすごい数年前からもてはやされて、なんかこれから活用してこうみたいな話になってたけど、まあかなりなんかズームでこう事業をやったりとか、うんうん、なんかアートの展示とかライブとか、なんか私がこう関わってるものが全てこうオンラインでなかなか成立しえないところがあって、これからどうしていこうかなっていう感じ。ライブができないのが結構、いつライブできるようになるんだろうっていう。ね、うん、配信とかはあんまやんない。配信とかね、うん、配信とかやるけど、なんかあんまり配信慣れしてないっていうのもあるし、なんか結構照明とかなんか舞台の、ね、なんかこういろんな演出含めてのバンドなところもあるから、うんうんうん、まあでもちょっと変えていかないといけないね、うん、アート作品を最近作って、それで展示をしたりとかして、11月もオーストラリアのシーグラフっていうなんか CG の祭典でアートを展示したんだけど、うんうん、なんかそういうシーグラフみたいな、なんか学会、国際学会とかアートフェスティバルみたいなのも全部オンラインになっちゃって、うん、先日私のパートナーがなんか作品展示をオンラインでしたんだけど、全然この辺で作品作って、それをカメラ置いといて、人が来たらチャットで質問するみたいな、なんかすごい、いつ誰かこう去っていくかもわからないし、なんかアイコンだけ出てきてもなんか一人で喋るの疲れちゃうし、カンファレンスの時もなんかちょっと3人でこうズームで話してるとかならいいんだけど、なんか対100人とか対30人とかだともうなんか緊張感もなくなるし、なんか2時間自分で喋るみたいなのもすごい難しいって話してた、うん、確かに家だしね。家だし、そうそうそう、なんか家なのに300人に話してるみたいな、うん、その実感が湧かなすぎるみたいな。そう、実感が湧かないよね。だからこれからはさ、学校の先生とかさ、みんな YouTuber みたいな適性が必要になってくるよね。確かに、うん、でも本当なんかもしオンラインでやるんだったらさ、うん、もう別に数の制限がなくなってくるじゃん、うん、物理的な制限がないから、うん、なんかそれだったらさ、うん、すごいなんかカリスマなんか東進の先生みたいなさ、うん、なんかカリスマ講師みたいな人で、うん、なんかすごいエンタメ性が高い人みたいなのが人気になってとかなりそうだね。そうだね。でもそれで選べるんだったら、なんか、うん、今までその物理的な制限で機会がなかった、うん、例えばすごい田舎に住んでる学生とかが、うん、なんか超トップ講師にすぐアクセスできるっていうのは、うん、まあ、なんかそれオンラインのいい特性だと思うけど。そうだよね、うん、なんか学費の仕組みとかも変えた方がいいんじゃないかなとか思った。私、うん、芸大で教えてるんだけど、
去年からスプツニコさんと一緒にテクノロジーの歌を作るっていう授業をやってて、で1年生の5、まあ、大体40人から50人ぐらいの人に教えてるんだけど、おそらくまだ決まってないけど大学期も秋からももしかしたらオンラインで授業することになりそうな感じがする。でなんかその時に美大の子たちは手を動かしたりとかするから、なんかアトリエが使えないと何もできないっつって、高い学費を払ってるのに同じだけ学費取られるのかってことで結構抗議してる子がたちがいて、確かにその設備も込みで、そう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 、で学校側はさその対応してないからさ、どこもなんかもしかしたらオンラインコースに全部一律して門戸を開くとか、なんか誰でも受けられるなんかサーティフィケーションが取れるコースとか開いてもいいかもしれないよね。結構なんかモマがコーセラでなんか今授業やってて、なんかたけし君がそれやってるんだけど、なんかそれで現代美術について学んでる今。それはなんか学費は払う、ここからなんか無料でやってる。あ、そうなんだ、うん、へえ、すごいよね。そうそう、なんかコーセラで実技もあるの？実技はない、なんかヒストリーみたいな。あ、そうなんだ、いいね。コースラーとかね、あるもんね、結構ね、そういうのがこう普通になってくともっといいかもね。美大も全部ネットに出して、もう無料で受けれるようにするとか、なんかサーティフィケーション取るのにプラスいくらみたいな。あともう海外からゲストがどんどん呼べるから、確かに、オンライン授業にしたらね。スプツニコさんとかオンラインで授業できるってことは世界中からアーティスト呼べるじゃんって言って、同時通訳も早速募集して授業で入れることにしてた。別に今までもできたんだけど、なんかこうなったらなんか、じゃあ別にオンラインしかできないんだったらやろうよみたいな感じになる。なんか これも別に3月私日本行くはずだったから、その時にエミとなんか撮ろうみたいな感じだったけど、別なんか行けなくなっちゃってこういう状況になったから、じゃあオンラインでも別にいいじゃんみたいな。そうだね、そう今までもできたんだけど、ちょっとこれから、まあ、こうやってオンラインじゃないとこうコミュニケーションが取れない時代になったからこその発見ってすごいあるね。でもなんかいまだにその大人数のギャザリングみたいなのはちょっと私方法が分かんなくて、アバターとか使った方がいいのかな、なんかさなんか3人とか4人ぐらいまではできるんだけど、なんか10人以上の人がこう集まった時にさ、20人ぐらいのパーティーがあったの、この間ズームで。そしたらなんかよく喋る人2人がこう司会みたいに喋って、みんながニコニコうんうんってやってる状態になっちゃってでなんかその20人ぐらいの中にね、私久しぶりに会った人見つけて、あーなんとかさんって言ったら、そこでみんなうるさいから会話が止まっちゃったりとかしてなんかすごい10人以上の人がこう同じ部屋に集まってるのとは全然違ったんだよ。全然違うよね。なんかそれはなんかみんなでまた集まりたいなって、そういうのが恋しくなったよね。サイドカンバーセーションっていうか、なんていうの、現実世界だったらなんか、ちょっと2人だけで話してた。そうなんか一応小部屋機能みたいなのもズームにあるらしいんだけど、でもそれなんかいやらしいもんね。いやらしいよねで、なんか、しかもさ会話がさ続かなくなって、ちょっと飲み物取ってきますとかいうのできないじゃんなんかあんまりそう、確かに飲み物取ってきますって言って他の人とも話すみたいなのができないから、なんかちょっと飲み物取りに行ってたら捕まっちゃったみたいなそういうのできない。小部屋に入れられたらもうそこで終わるじゃん強制的に1対1。そう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 、だからそれはもしかしたらなんか
パーティー会場みたいなアバターの方がいいのかなとか考えたり、あとはあれじゃない、なんか新しい人と出会うの結構難しくない？そう、難しいよね。だから今シングルの人とかってどうやって出会うんだろうっていうのが、最近そう Tinder とかでもなんか電話でやるんでしょ、うん、電話っていうか Zoom みたいな。でもなんか嫌だったらさ、すごい帰りやすくない？逆になんか、あ、なんかネットの調子がザザザザみたいな。確かに確かに。え、でもその後にさ、もうフィジカルコンタクトできないよね、うん、そうそうそう。だからすごい家でデートする、気が合うってなってもずっとズームじゃん。それなんか会ってすごい匂いがダメだったりとかしたらどうするんだろう。ねー、確かに。そういえばあれ見た、ラブイズブラインド、ネットフリックス。ラブイズブラインド見てない。え、何ラブイズブラインドはどれ？あのリアリティショーで、あ、すごいおすすめされてるんだけどまだ見てないんだよね。なんかちょっとリアリティショー見るとなんかすごい恥ずかしくなっちゃって、なんか、うんうん、きつくなる時があって。え、ラブイズブラインドってさ、オンラインだけで恋愛を育んでいくっていう話なの？いや、オンラインじゃないんだけど、最初の2週間ぐらいは、うん、なんていうのかな、なんかマンションみたいなところにみんなが住んでて、うん、男女が分かれてて、うん、で、なんか毎日の1時間ずつかな、うん、なんか分かんないけど、うん、なんかマッチングされて、なんか向かい合わせの部屋に行って話すの。相手が見えないようになって、まあその話していくうちに、この人が好きみたいな感じになって、うん、で、プロポーズしなきゃいけないの。え、プロポーズって結婚してくださいってなって、見ずに、お互いを見ずに話すだけで、顔が見えないってこと？顔も見えない。あ、もう声だけしか聞こえない、声だけ、うん、で、なんかプロポーズして、あ、でも30人、うん、30人ぐらいいたんだけど、最終的になんか5組ぐらいになって、うん、会って、で、そっから、うん、じゃあ共同生活始めたりとかして、実際その最初は声だけで恋に落ちたけど、本当にそれが続けられるのかみたいな。ねえ、面白そうだけど怖そう。モルモット状態だね。そう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 、はい、だってこれは実験ですみたいな感じで言ってるもん。あ、そうなんだ。恋は本当に盲目なのか、それを証明するための実験ですみたいな。でもアフターコロナ、ウィズコロナ時代はそれがノームになるのかな。そうそうそう。私も結構体臭っていうか、うん、鼻が敏感だから、うん、臭くて無理って思った人はあんまりいないかもしれないけど、なんかこの人の匂いすごい好きとかはあるよね。あるね。 それは大事だと思うし、会わなきゃ分かんないものってなんだろう。でも確かに趣味嗜好とか、まあなんか価値観とか気が合いそうかどうかみたいなのは SNS とかである程度分かるよね。ね、うん、でも結構何時間も喋れるから、その2週間の間に。そうだよね、確かに。でもどうなんだろう。なんかその番組ではマジで美男美女しかいないから、うん、なんかそれはそれでなんか面白いけど、うん、ハズレがないみたいな。ハズレがない、ハズレがない、なんか、うん、うん、で多分自分自身たちもルックスに結構自信がある人たちなの。あ、なるほど。その出演者はでもルックスに自信がない人を集めるっていうのもなんか、うん、それはそれで面白いかもしれない。いろんなリアリティショーはあるね。ね。でも本当に Tinder が出てきてすごい恋愛の形が変わったとか、まあもちろんその Facebook とか SNS が出た瞬間になんかみんな半径 1km 以内の人と恋愛しなくなって、なんか、うんうんうん、もうその海外で出会った人とかとも結婚するし、国際結婚もするし、いろんな出会い広がったっていう話をしてたけど、じゃあもうオンラインデーティングを結構重ねないと本当にフィジカルコンタクトができない今の時代になったらより変わってくるよね。ただなんかシングルでも良かった人も寂しくなるんじゃないかな、同棲したくなるんじゃないかな、こんな、うん、ご時世だったら。そんな気がする。うん、いや本当、あとコロナで離婚した人とかもいっぱいいるらしい。そうだよね。うん、なんか中国とかなんか自粛を開けた瞬間に離婚がめっちゃ増えたみたいな。皮肉だねそれはね。住居の価値みたいな、う
住居の価値ね、確かにね。今まで寝るだけの場所だったとこにこうずっといるっていうのはね、ついよね。一人暮らしの人とか、うん、心配だな。みんなストレスが溜まってるから。そうだよね。ヘッドセットとかしたりする？何？ VR。VR とか。VR で。いや、もうしない。私 VR でこの間ディズニーランド行ってきた。すごい。VR でアバターになってチャットするやつがあって、うんうん、この間それに入ってみたのね。誰が誰だか分かんないからさ、すごい共通の話題がないのね。うんうんうん。だからぜひその Facebook の VR のやつなんだっけ、オキュラス？オキュラス？オキュラス持ってたら VR の中でパーティーしようよ今度。オキュラス持ってないんだよね。オキュラス持ってないんだ。うちはね、うん、あれしかない、うん、デイドリームしかない。デイドリーム、これつけて、うんうん、誰か知ってる人とはギャザリングしたいなっていうのが最近。へー。とりあえず適当なチャットルームにこの間入ってみたのね。そしたらもうみんな棒人間みたいな感じの人がこうやっててね。でもさ、なんか全員手とかはどうやって動かすの？手はあのカーソルで動かす、リモコンで。へえ。だから片方の手しか動かせないんだけど、うん、片方の手しか動かせないんだけど、うん、なんかカーソルでこうやって方向とか変えられるんだけど、なんかそれで、うんうんうん、とりあえずなんか街に入ってそこにいる人に話しかけてみようって思ったら、アメリカの小学生しかいなくて。でなんか「はい!」How old are you? I'm 10! とか言われて。やば。で、なんかそこにいたのはなんかスウェーデン人のなんか30歳のおじさんと10歳の男の子2人しかいなくて。でなんか結構危ないね。ちっちゃいロボット。危ないよね。ちっちゃいロボットがなんか1人入ってきて、あ、なんかすごいちっちゃい子がいるって思ったら、やー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 とか言って、なんか赤ちゃんが喋ってて、カオスすぎる。カオスだった。スウェーデン人の人はなんか I'm Swedish って言ってきて、あ、子供しかいないなってこう帰ってったんだけど、へカオスだった。ちょっと待って、その子供の子たちが Can you do this? Can you do this like that? とか言ってこうバク転めっちゃしまくって、へその周りを赤ちゃんが、って言ってる環境で、もうずっと24時間子育てしてるのに、ここの中でも小学生男子しかいないのかよって思って。もういいわみたいな。そう、しかも君たち VR まだできない年齢だろって。そうだよね、になるぞって思ったけど、なかなかでも没入感はあったし、それこそさっき言ってた Zoom だとできない、ちょっとこっちで会話するみたいなのもできるから、なんかやれたらいいなって思うけどね。オキュラス買おうかな、今更だけど。オキュラス、うん、全然今更っていうか今でこそって感じじゃない。そうか、確かに。あれやりたいんだけど、うん、ティルトブラシ。ああ、いいねいいねいいね。なんか私もオキュラスってこれまだ全然使いこなせてないんだけど、夫の職場に置いてあったやつを持ってきた、ね、今持って帰ってきたみたいなんだけど、まあ、YouTube の動画見るだけでも結構 HD のスカイダイビング映像とか海中映像とか、そういうのはすごい癒されるし、うんうん、なんかあのディズニーランドの何がいいかって、別にディズニーランド大好きなわけじゃないんだけど、ディズニーランドのなんかアトラクションとかが結構リアル、うん、こう座ってるから。え、乗れるの？乗れる。やば。スモールワールドとかに乗れるよ。え、こう。え、すごい。ダンダンダンってこれ。いいじゃんそれ。後ろ向いたらなんかハゲのおじさんとか動いて、あ、乗ったりしたけど。じゃあその、うん、It's a small world に360度カメラを乗せて、そうそう。撮ったんだ。乗ってる。そう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 。そういうのをいっぱい上げてる人がいて、あ、次プーさんのハニーハント乗ろう。へえ。そう、そういえばうちらあれだよ、あのケンタッキー州のやばいスーパーを360度カメラで撮った YouTube 動画あるよ、うん、あ、そうなの。だから私と、え、そうなの、うんうん、一緒にやばいスーパーを回れる。それこれで見なきゃ、うん、やばいスーパーをアトラクションとかがあるやつ。そう、田舎じゃんケンタッキーって。うんうん、うん、だから超広くて、うん、広いからドンキを
めっちゃ広くしたみたいな感じ。なんか超だったの。めっちゃ広くした。そこに360度あれカートかなんかにつけたの？あ、こうやって持った。普通になんか棒を持って。あ、棒持って。ちょっと入ってみる。こういうのが普通になってくのかな。海外旅行行くみたいな感じで。でも一緒に VR の中で遊べるのはちょっと楽しいかも。VR の中だからこそがみんなでちょっと空飛びましょうっていう感じで集まって、そこで初めましてってなっても面白いと思うし。うんうんうん。レディープレイヤー1の世界だよね。確かに。だって動物の森めっちゃやってるよね。やってる。私さ。まだやってないんだけどさ、まだ未だに私はポケモン GO を今やってるんだけど。すごい。あの動物の森の魅力教えて。動物の森発売タイミング、うん、半端なくちょうど良かったよね、うん、みんな家から出れなくなった瞬間に出たから、ね、誰かコロナを予測したのかってぐらい すっごい爆発的に売れてるんでしょ世界中で、ね、だから6週間で1000万とかでしょ、うん、1000万もだって今手に入らないんだよ。スイッチがないんでしょ。そうそう、スイッチが手に入らない状態。すごいよね、やっぱ魅力はね、うん、まあ、そもそも私すごいなんかポチポチゲームが好きっていうか、あの牧場物語みたいな、なんか育成系が好きだから、うんうんうん、そういう要素がすごい好きだっていうベースがありつつ、うん、まあ、動物の森のなんか拡張性がすごくて、なんか家具が900種類ぐらいあるのね。それをなんか集めなきゃいけないんだけど、集めなきゃいけないとか集めてもいいし、なんか違うことにフォーカスしてもいいんだけど。すごいね。しかもなんかタイアップしてるよね、なんかいろいろ。そうそうそう、なんか、うん、まあ、自分の服とかもカスタマイズできるから、うん、何々っぽい服みたいなのを作れたりとか。ザラとかあるんでしょ。ザラとか。そう、でもそれを自分でなんかドット絵を描けるの。なんかザラが出店してるって聞いたよ。ザラとか。あ、そうなの。ブランドが。あ、でもそれでなんか QR コード、マーク・ジェイコブスとか。あ、そう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 、なんか公式から出してる場合もあるし、なんかユーザーが勝手に作ってる場合もあるし、うん、でも公式が出してる場合でも、まあ、ただドット絵だと思うんだけど、それを配布してるみたいな。なんか QR コード読んだら使える。ポスターとかも自分の写真をこうドット絵で作ったりとかできる。そう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 。楽しそう。でそのカスタマイズをなんか地面に貼ったりもできるし、うん、クッションに貼ったりもできるし、だからそのもともとゲームの中にある900種類の家具プラス無限のカスタマイズ性があって、だからクリエイティビティがすごいからさ、みんな。あ、そうなんだ。超いろんなテーマで作ってて、うん、その作り込みを見るだけでも面白いし、もう自分がやるの超大変だけど今頑張ってやってる。工事現場の人みたいな格好して。そうそう、工事現場。工事の様子を Twitch で配信したりしてる、うん、いいね。今までゲームそんなやってなかった人もみんなやってるからすごい気になってる。そうそう、私もゲームあんまやんないけど育成系はやっぱ好きだね。育成系は戦い系とか、てか操作が下手だから、うん、バーってなっちゃう。私も操作下手。マインクラフトやってる。うん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 、子供と一緒に。でもそれ似てんじゃない。似てるよね。なんかマインクラフトでうちの間取りを再現したりとかして、3LDK のなんかトイレとかお風呂とかも作って、でお風呂はとりあえずなんか滝で作ってみたいな。お、畳はわらしいてみたいな。それに近いね。マインクラフトとかではみんな、 なんかワシントン DC の街を完全再現してる人とか、うん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 、そこに入ってこう車乗り回したりとかして遊んだりしてるけど、なんかそれのよりドットが細かいやつよね。そうね。動物の森の写真みたいなを集めたアカウントとかってすごいいい感じのアングルからスクショ撮って、それをなんかちょっとライトルームとかで加工したやつをひたすら上げてるインスタグラムアカウントとかあって、うんうんうん、なんてやつ見たい。めっちゃ面白い。ハッシュタグがなんか、うん、なんだっけ、あつ森写真部みたいなやつがあって、あつ森普通におしゃれみたいな、うん、これってさ、アメリカでも流行ってる？流行ってる。あ、そうなんだ。世界中でやっぱ流行ってるんだね。うん、そもそも動物の森ってそんなに認知が高かったんだ、世界中で。ね、どうなんだろうね。私は初めてプレイしたんだけど、キャラクター見たことあるなみたいな、そんぐらいの認識だった私は。うん、すごいびっくりした。だってさ、ポケモン GO とかが流行ったのって、
ポケモンのコンテンツのおかげだと思ってたけど、そういうわけでもないんだなというか、なんか、かわいいよね、キャラクターが。かわいい。つもり写真部すごい。かわいい。え、みんなさ、なんか動物じゃないんだ、うん。人間なんだ。あ、自分は人間。あ、自分は人間なんだ。それさえも知らなかった。みんなタヌキとかになるのかなって思ったな。住民は動物。ますますバーチャルに消費がいきますね、これは、ね、あ、友達の島とかにも遊びに行けるからさ、うん、そうなんだ。だからその VR みたいな感じで友達の島に遊びに行って、なんかちょっとビデオチャットとかしながらやるとめっちゃ楽しい。いいね、これ VR でやりたいな。これでね、VR でこの世界に入れたらめっちゃ楽しい。楽しそうだよね。ね、いよいよ家から出なくてもよくなるね。本当に。あ、でも MacBook 買ったんでしょ。そう。そう、今、これ、箱を開封してるけど、MacBook、今日届いて、そう、だからさっきそれでやってたの。ね、それで、そしたらうまくいかなかった。MacBook でこうつなげてやろうと思ったんだけど、ちょっと、うちの Wi-Fi の線が古くて、対応してなくて、オンラインで Zoom になってさ、Mac で、やってる人たちの音声とかやっぱ違うよね。映像が綺麗だし、音もあ、そうなんだ、いい人が多い気がする、うんうんうん、他の種類の PC で やるよりなんか全然 音質が違う、うん、確かにマイクとか MacBook Pro 結構いいよ ね。スピーカーもいいけど、うん、働く環境っていうか、まあ、家のレイアウト変えなきゃなって感じだな。うちも超模様替えしたよ。模様替えした？めっちゃ模様替えした。その動画とかある？模様替えする動画。あ、ないかも。模様替え動画はまだない。ルームツアーしてほしい。ね、ルームツアーしなきゃ。ちょっとぐちゃぐちゃだから。ステイホーム時代のレイアウトみたいな感じで紹介してほしい。うちもだって結構バランスボール買ったし、うん、なんかトランポリンがすごい役立ってて、トランポリン友達からもらったんだけど、すごい最初は邪魔じゃないかって言われてたんだけど、もう今トランポリンあって本当よかったねって言って、子供がぴょん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 ずっと四六時中飛び跳ねられるし、私もトランポリンで跳ねながら、ネットフリックス見ながらこうぴょんぴょん跳ねて体力を発散して。そうそうそう。そうか、トランポリンだったらマンションでも大丈夫なの？トランポリンはあのなんか下にマットを引いて、ま、うん、その上に吸収してトランポリン置いてて、うん、全然音も響かないし、体重も80キロぐらいまで大丈夫。へぇ、アマゾンで売ってるよ、5000円ぐらいで買ったけど。リビングに今デスクトップの iMac Pro があって。あ、そうなんだ。そこで作業したり、それをもうテレビ代わりにしてたんだけど、別室に行きたいときに今ここ寝室にデスクを作って、うん、ここで、あの、夫と交代で使ってる。で、うん、そこはオフィス部屋みたいな。オフィス部屋みたいな感じ。でも、うんうんうん、ちょっと MacBook が新しいのが来たから、本当にこれでベランダで作業できる。あ、いいね。一人でなんかカフェとかに行きたい。ね、カフェ行きたいよね。カフェ行きたい。結構一人の時間がなさすぎて。うんうん。疲れてきたね。なんかやっぱ小学校行ってる間とかにカフェに行って作業したりとかしてたから、うんうん、ここ隣で宿題を教えながらこうずっとやってるから。難しいよね。学校はなんか早く始まってほしいけど、うん、学校も目処はまだ立ってない。まだ立ってない。なんか一応ゴールデンウィーク明けにまたアナウンスしますみたいな感じで、うん、でゴールデンウィーク明けに5月いっぱいはお休みですってなって、うん、でも結構私立の学校とかはもう9月まで休みとかもなっちゃったりしてて、あ、そうだよなって感じ。学校の先生とかも大変そうだね。なんかやっぱり親がさ、医療従事者の人とかだったら預けないといけないから、うん、一応学校開けてるんだけど自習させるっていう感じで、どうしても親御さんが外で働かなきゃいけない人専用みたいな感じで。あ、そうなんだ。親が体調悪くなったりとかしたら預かりますっていう感じ。へー。でもできるだけ来ないでくださいって言って、机もなんか2個ずつ開けて座って、うんうんうん、
すごい、マスクも絶対してくださいっていう感じで、ずっと子供がソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスって言って濃厚接触、濃厚接触、ノーって言ってる。この時代を子供として生きるっていうのもなかなかすごいよね。うん、でもうちの子はなんか、どう、学校早く始まってほしいって言ったら、まあ、友達には会いたいけど、毎日家でダラダラ過ごせるから最高だよって言ってて、なんかもう全然曲作りとかできないし、ああ疲れたってなって、こうポケモン GO やりたいって言ったから、こうずっと散歩してたら、毎日ポケモン GO してて、なんで暇なお母さんだろうねとか言われてブチギレそうになったそう、そっか、じゃあ曲作りは今あんまできない感じか、うん、そうなの。なんか図書館も閉まってるし、なんか公園も遊具のところになんかバリゲート貼ってあるから遊具は触れないし、散歩でポケモン GO することだけが、あと縄跳びしたり縄跳び、縄跳び、縄跳びはいいよ、ソーシャルディスタンスも保たれる遊びだから。確かに近づきすぎると痛い、運動不足にいいよ。私も縄跳びしてるよ。そう、今なんか縄跳びが品薄らしい。あ、そうなんだ、みんなやってんだアメリカマスクしてる、みんなしてる。マスク文化がなくなってる、なかったよね、もともとね。でももうなんかお店にマスクしてないと入れないとかあるから。そうなんだ、うん、変わったね、この数ヶ月で、うん、最初さ、マスクしない人がアメリカは多かったみたいなニュースがあったんだけど、マスクしてると病気だと思われるとか、うん、そういう感覚ってあるのかな。初期はあったかもしれないけど、特にアジア人だと、うん、ちょっと嫌な顔されたりとか、なんか最悪の場合殴られたりする、ね、なんか事件とかあったから、うん、あんまりしたくなかったけど、もう今はみんなしてるから、うんうん、サンフランシスコとかだってアジア系がマジョリティじゃん、割と。結構なんか3割ぐらいアジア人らしいそうだよね、場所によっても違うけど、まあ、そういうので差別が生まれるって本当に悲しいよね。ね、昔結核かなんか、うん、なんかの感染症が流行った時に、フランスの人はイタリア病って言って、イタリアの人はドイツ病って言って、ドイツの人はフランス病って呼んだりとかして、なんか他の国から来たみたいな感じでこうなすりつけ合ってたけど、うんうん、全然そのネーミングが国によって違ったっていうのを聞いて、みんなすごい頑張ってグループで犯人探しする本能みたいなのはあるんだなって思った。うんうん、まあ、それがある意味なんか防衛本能だったりする。そうだね、分かってないことが多いからさ、まだエビデンスが出てないから、うんうん、簡単にそうやってデマを信じないように気をつけないといけないなって思うね、うん、ニュースとか見て心が影響されやすい、うん、ドラマティックな話題にすごい心が敏感になってるから、やっぱすごいセルフケアが大事になってくるし、うん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 、すごい病院にも行けないからカウンセリングとかの需要もすごい高まっちゃうんじゃないかなって思うね。それもオンラインでねやるのとか、アメリカだと結構そういうスタートアップいろいろあるけど、もともとあったけど、多分需要もすごい上がってると思う。そうだよね、うん、経済をねなんとか他の方法で回していかなきゃいけないのかな。自分の好きなライブハウスとかが結構閉まっちゃったりしてて、うん、それが辛いね。なんかなんとかならないかなって思うね、うん、テクノロジーかってか ITC かテックのに詳しい人たちがやってるかどうかっていうのがすごい本当差がついてる気がする、いろんな会社は。うん、フリーランスで良かったなって思うことも結構あるけどね、うんうん、例えば、まあ、そんなに生活のリズムは変わってないっていうのもあるし、うんうん、まあ、でも会社員の人と比べたら分かんないけど、なんか最初の方は職場に出向かなきゃいけない人とかもいたから、家でできる環境がある程度整ってたから良かったなと思うけどね、うんうんうん、会社のパソコン持って帰れないみたいな人とか、なんかネット環境がない人とか、うん、いろいろ考えて大変だし、接客業の人とか、うん、あと、ま、手を動かす職人さんとか、なんかそういう人たちどうなってるかなとかいろいろ考えて、うん、まあ、保育園とか閉まってることがかなり痛手な気がする。もうだから、そうだよね、
その辺がすごい心配。虐待とか起きてないかなとか、うんうんうん、親御さんみんなストレス溜まってると思うから、ある程度もうテレビ見せっぱなしとかにしちゃうてもいいから、親がイライラしないようにしなきゃなって感じ、うん、ピノはいい子？ピノはいい子です。いい子です。静かにしてます。ピノのおかげで散歩が ね、 ね、そうそうそう。え、ピノ今どこにいるの？今ね、多分リビングかな。なんか寝てると思う。寝てる。なんか昼の後にその散歩に行ってめっちゃボールすんの、うん、ボール投げて取ってくるってやつを、うん、なんか50回ぐらいやってヘトヘトに疲れて午後はずっと寝るみたいな、うん、そういうスケジュール。かわいい。ピノも保育園行ってんだよね。行ってた、うん、週2で行ってた、うん、でも今はもう、ね、行ってない。ずっと家でもピノの気持ちになったら、うん、多分私たち2人ともずっと家にいて、うんうん、っていうのは嬉しいんじゃないかなって思ってるけど。そうだよね。勝手に。確かに確かに。でも喋れないからさ、ね、どう思ってるか分かんないけど、勝手にアフレコして、うん、嬉しいみたいな感じで勝手にセリフを言ってる。嬉しい。そう。スウェットも着てくれてありがとう。あ、そう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 。その今ピンクの髪だからすごい合ってるね。なんか合ってる。サテライトヤング、スウェットです。この後ろにフェイクメモリーって書いてある。ありがとう来てくれてありがとう。ピンクヘアすごい似合ってるね。ありがとう。そう、本当はね、うん、エミとブルーヘアピンクヘアで会いたかったけど、うん、でもね、キキララやりたかったよね。私もちょっと、ね、この辺黒くなってきちゃったけど私も結構今回は濃い青にして、それをちょっとずつ落としていくっていうのをやってて、だから結構暗めなの今回は。え、今後どうすんの？え、今後？あ、でもね、もう私繰り返し青を入れてるから多分ね、半年ぐらいは持つと思う。あ、そうなんだ。でもなんかだんだん多分こうちょっとこうなってくると思うよ。そうだよね。めっちゃ自分でブリーチしたい気持ちを抑えてんだけど。そうだね。美容室いけないからね。自分でブリーチしやばそう。やばそうだよね。でもゆかならできそうな気もするけど器用だから。髪の毛さ、坊主になってさ、AR グラスで髪の毛つけるようになったりしてね。あるかもね。シュッて。ちょっと今日の気分で、みたいな。でも、服とかさ、なんか買わなくなっちゃうよね、これね。あと買ってもさ、トップスじゃない？トップスだけみたいな。うん、わかる。部屋着、あ、ほんと、なんかさ、アスレジャー的な服が、ちょっと前からアスレジャー的な服がすごくノームになってきてたけども、うん、今もうちょっと着心地悪い服は着たくないもんね。ね、私もずっともうヨガパンツでした。ずっとヨガパンツ。私もヨガパンツかスウェットか、下は映んないしね。ね、そうそうそう。いや、みんな多分ね、全身タイツみたいなやつとなんかグリーンバッグで生活するようになるよ。確かに。え、なんかこの辺、この辺にハプティクスみたいなのを全部つけて、よりなんか合成しやすい服みたいなやって、ここの感覚もなんか共有できるやつにして、ちゃんとこれが動いてるように見えるみたいな。そう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 、ハグしてこうやってバーチャルでデートも。確かに、ね、バーチャルで。うん、でもグリーンバッグちょっと欲しい。あ、グリーンバッグが欲しくなってきた。いいね。うちちょうど緑のシーツがあるから、それでやってみようかな。え、シーツ？あ、シーツ、シーツがグリーンバッグにできそうなシーツが。貼ったらできんじゃない？うん、やってみようかな。グリーンバッグと、私はスタジオが欲しいね。うん。を録音するスタジオが、うんうん、いつもちょっとスタジオ借りて、レコーディングしてたから、今全然、アデルとかもベッドルームで録音してたらしいよ。へー。アルバム。そうなんだ。まあ、いいマイクさえあればいいかなって感じ。ビリー・アイリッシュもさ、ビリー・アイリッシュもベッドルームなんだ。でもレコーディングはそうなのか分かんないけど、弟か分かんない、うん、お兄さんか、なんか一緒にずっとなんか、うん、シニアス。そう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 。そういう時代だよね。ね。全員が YouTuber、全員が生主。ゆかちゃんの
YouTube チャンネルもすごい登録者数増えておめでとう。ありがとうございます。この前5万人来ました。お素晴らしい。これさ何分ぐらいやんの？これ何分ぐらいやんの？あ、でもそろそろもう1時間ぐらい経ってるね。ちょっと待って、レンジがなくなってきた。おう、あった、うん、大丈夫。うんうん、大丈夫。じゃあ、そうそう、ラップアップする感じで。うん。なんか、締めみたいなのある？特にないんだけど、エミの、自己紹介するの忘れてたから。あ、全然してなかった。てか、全然なんか、収録って感じじゃなくて、普通に、だらだら話してしまった。そう。ちょっと軽く自己紹介。はい、軽くじゃあ自己紹介します。サテライトヤングという、はい、昭和歌謡のメロディーに乗せてテクノロジーについて歌う音楽ユニットをやったり、まあ、自分でメディアアートを作成したりしています。ゆかとはもう10年来の友達です。もう10年、確かにもう10年ぐらいじゃない？そうだね、10年11年ぐらいか、うん、出会ったので一緒にサンフランシスコに行ってね、Airbnb で素敵なゲイカップルの家のなんかベッドルームで、ね、一部屋で泊まなんかホームステイしたよね。楽しかったね。楽しかったね。結局さ、あそこで Airbnb した同じストリートに住んだし、うんうん、あ、そうなんだ。うん、あの後会った？会ってない。でも一応 Facebook 友達じゃない、うん、どっかですれ違ってるかもね。いや、またゆかんち遊びに行きたいな。え、まあ、引っ越したんだっけ、うん、2017年には。そう、引っ越した。前来てくれた時からは引っ越した。あ、そうなんだ。え、ぜひそうそうコロナ時代のルームツアーやってほしいです。え、 VR ってこと？360度。360度でやってほしいです。あ、ステイホーム時代の360度でやるにはめちゃくちゃ片付けないといけないじゃん。すごい、なんかいろんなとこ注目してくる人がいそう。そうそうそう。最後に何か宣伝とかあれば、うん、5月の後半に自分のインタビューが出るんですけど、5月後半ってことはまだ出てないか、この動画出てる？わかんないよね。待てる待てる。あ、じゃあインスタとかツイッターとかフォローしてください。そこに最新情報があります。なんかね、今曲作ってるんだけど、それがまだ発表できるかわかんないから、この動画が上がった時に最新情報をチェックできるようにしてもらえればと思います。じゃあありがとう。